い、列がやばいよ、超並んでる。お、やばいやばいやばい。久しぶりの発売日、木曜日、シュプリームロサンゼルスです。やばいけど。はい、カレンです。今日はまたね、シュプリームロサンゼルスの方に来て、先週はドーバーストリートマーケットロサンゼルスの方に行ったんですけど、今日は B さんと私どっちともあのフェアハックスの方で番号が当たったので来ました。でも私が320番台で B さんが330番台なんですけど、さっき12時来て30番前しか進んでないって、めっちゃスローじゃない？びっくりなんだけど、なんか全然ニューヨークと雰囲気も違うし、まずスキップする人がいない、ちゃんとまあ番号順に進んでるのかな、ちょっとわかんないけど、12半からいつも通りファーストコンファーサブなんで、ちょっと多分ねミックスされてるんだけれども、まあ番号に関してはニューヨークよりもまあちゃんと時間通りか、時間のちょっと30分前とかに来ても並べるので、まあまあ並べるっていう感じですかね。なんか暴れずにね並んでるので、まあニューヨークのねスキップする夜はまあちょっと平和な並びかなっていう感じがします。で、今週なんですけど、ウィーク16、16週目っていうことでノースフェイスコラボです。私たちはオンラインで朝ね、ニューヨークだとね11時なんだけど、こっちだとさ3時間あれだから8時か、8時に変えました。私と B さんで手分けして買ったんですけど、B さんが黒のパンツの、外せるやつね、そっちの方の黒のミディアムを買いました。で、私はシャツです、花柄のシャツです。それのサイズラージを買いました。すごい人気なのでね、はい、仕留めといて正解でした。はい、ってことで、まあ、他に目玉っていったら、まあ、ジャケット、ちょっとね、ジャケット定価がこっちアメリカだと298ドルなので、まあ、いつものジャケットより定価が安いんですけど、まあ、結構ジャケットも外せるから結構着回しができるっていう感じで人気な感じはするんですけど、ストックエクスの方で黒の方はちょっとあまりいいっていうか、あまり値段が上がってなかったので、まあちょっとアメリカ国内ではジャケット厳しいかなっていう感じがします。で、逆にやっぱ T シャツとかね、後ろバンダナあのキャッチついてる感じでね、あれ可愛かったし、バックパックもベストとバックパックでこうね外せるタイプになってる。今回のノースフェイスってあのね、この外せる感じがすごい売りなので、まあね、着回ししたい人にはすごいおすすめの、はい、ノースフェイスコラボかと思います。ではね、はい、まあ、残り物ね、いいんでちょっとね拾っていきたいと思います。はい、やっとね2時間半ぐらい3時間ぐらい並んだんだけど来ました。ついに入れます。はい、買ってきました。ノースフェイスの、はい、シュプリームのこれスライダーです。あのロサンゼルスなんですけど、やっぱりニューヨークよりもスライダーの需要が高くて、もう一年中ほぼ夏っていう感じなんだね。このサンダルはとても人気でした。黒は私たち買ったんですけど、全種類ね買ってる方もすごい多かったですね。で、あとはジャケットも買ったし、クラッシャーにパンツに T シャツ、はい、これラストでした。あとシャツです。私結構ね今回シャツがドストライクで、オンラインではねラージだったじゃないですか。私ラージはさすがにでかすぎて着れないんで、 S がいいかなと思ったら S が出てきたんでちょうどよく買いました。グリーンと、はい、黒です。まあこれ妹にあげてもいいかなっていう感じで、黒を私は着たいかなっていう感じですね。あとはバーケーハクラッシャーですね。あとはキャップはちょっと買わなかったですね。クラッシャーの方がいいなと思ったので、この花柄可愛くないですか。とりあえずね B さんとね着てね、はい、買ったアイテムを、はい、紹介したいと思います。はい、これがね、噂のスライダーです。シュプリームノースフェイスコラボ、はい、定価結構安いんだよね、80ドルちょっとぐらいね。 B さんいつもまあジョーダン1とかあと 9.5 入ってるんですけど、こちらはサイズ9でちょうどよかったですね。10だと大きかった。ジャストでちょっとね、大きいテントとかになるとブカブカしてる感じが分かってちょっと履きづらいと思うので、9でちょうどいいかと思います。サイズアップしなくていい、うん、全然 EG スライダーと違って、そうだね、自分のサイズで買った方がいい。はい、EG スライダーのようなワンサイズアップはおすすめしないです。はい、黒ね、かっこいいね。ミューリも可愛かったんだけどね、まあ無駄に黒かなっていう感じです。はい、身
長152センチで、はい、私着てみました。こちらがね、ノースフェイスの、はい、ショートスリーブのシャツとなります。サイズはスモールです。ちょっとでかいかも、これでかくない？うん、ダボいね。スモールにしては大きい。でかいでしょ。思ったより大きいね。ミディアム感じ。でかいし、でも中がメッシュになってるから汗かいても結構サラッとする感じかもしれない。ああ。で、黒のロゴですね。黒はね。はい。スモール。で、グリーンだとここがね、赤になっててめっちゃ可愛いんですよ。あ、いい感じ。涼しそう。涼しいよ。すごいサラッとしてていいよ。値段の割には最近のシュプリームのあのレイオのシャツとか買うよりはこっちのシャツ買った方がめっちゃいい。かっこいいね。かっこいいくない？あ、クラッシャーをかぶってもらいました。サイズはね、ラージエクストララージです。今回なんですけど SM サイズとラージエクストララージとなってます。 LXL ですね。はい、いつもあったら SM、ML サイズだと思うんですけど、ちょっと今回変わってます。ではちょっと見ていきましょう。はい、 B さんが選んだのはフラワー柄です。どうでしょうか。ちょっとタグついてるシュプリームでしょ。今開けてかぶったばっかなんで、え、結構ここ硬いんだけど、わかるか、伝わるかな。結構固めです。サイズはちょうどいい。うん、ちょうどいい。なんかここ上の方結構ちょっとふわっとしてるね。うん、いいね。触り心地いいし、多分香り心地もいいんじゃない。うん、いい、夏にいい。 OKOK。 はい、 B さんに今回のね、目玉のノースフェイスシュプリームのジャケット着てもらいました。はい、 B さんが選んだのはフラワーパターンです。いつもは黒だけどお花で決めたいっていうことなので、はい、決めてもらいました。腕はいつも通りのノースフェイスね。シュプリームいいね。白だとここがね、赤になります。で、ここもポケットだね。はい、こんな感じなんで。で、ここもいいね。で、ここはチャックなってます。まあ、ちょっと荷物は入る感じですね。で、ここも、はい、ここてか4箇所あるじゃんにチャックもあるから、結構小物、小さい財布だったら入れれるし、まあちょっとマスクとかもさらって入れれるね。いいですね。ではちょっと、はい、回ってみてください。はい、あ、これといえば懐かしくない、後ろにバッグっていうか、なんか入れ物入れれるパターンのって、これも2年前のね、なんかノースフェイスとちょっと似てる感じの形ですね。で、ノースのマークね、いつも通りで、ここは、はい、フードが隠れてますよ。で、ここもね、チャックなんでね、はい、出せます。問題ないですね。はい、いかがですか。グッド。ちょっと前向いてください。はい、ちょっと英語で軽く。 This is the new North Face Fla Floor. I chose medium. Just wanted to take off the sleeve. You could take off the sleeve. Just wear the vest during summertime. Just wanted like a smaller size. Usually I wear large, but I think this one, because it's thin, I think, you know, medium is enough. I'm not gonna wear a hoodie underneath or anything.Gonna lay on top of t-shirt. It's pretty cheap. You know, it's North Face. Yeah, pretty good material. It's like a mesh, perfect for summertime. Okay. はい、こちらのジャケットなんですけど、3段階に分けて、さっき紹介した、まあ、長袖の場合とショートスリーブの場合と、このベストのバージョンがあります。で、ちょっと今回はね、ベストのバージョンを見せたいと思います。この腕のところがね、チャック式になっているので、さらっと取れるような形になってますね。
このね B さんはミディアムを着てもらってます。どう？いい感じ？いいじゃん。夏にこの中の T シャツはラージ着てるんですけど、 T シャツラージでこのベストがミディアムでちょうどいいね。エルラとちょっともう少し丈が長くなっちゃってダボっとした感じになっちゃうので、ちょっと意外とジャストサイズでいいかもしれないです、今回のジャケットは。はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、これね取った腕なんだけど、見てさっきのこの腕のとこね、ベストにしたやつと見てとか、はい、なってるので、ちょっと取ってみようか。さらっと取れますよ、ほらじゃじゃーんな感じです。結構脱ぐ気は別にこの分けるってのっても難しくなくて、さらっとね取れる感じなので、そこまで、うん、心配はいらないかと思います。でこのチャックもねちゃんと綺麗に隠れるから、でここがちょっとなんかデコボコするかなと思って心配だったけど、意外とね馴染んでて全然問題ないです。こんな感じはね、こんな風に入ってたよね。はい、で腕周りはねこう調節きますよ、いつも通り問題なしです。はい、 T シャツなんですけど、 B さんは N サイズ、これ結構ぴっちりな感じがしたので、ちょっとでも私着ないから、まあ、こんなちょっとさらっと見せる感じになります。これパッチね、縫われてる感じですね、刺繍ではないです、バンダナ柄ですね。ちょっとね赤だとねギャングっぽくて、海外だとちょっと着るのちょっと難しいかもしれない。アメリカ着るのは黒かな、白、まあそれか白かなって、白グリーンのやつですね。でシュプリームのスペースは、はい、ここは刺繍ですね。まあね、ボディがちょっとね、テロクテロしてるから、まあ、これちょっとジャストで着るのは難しい、若干オーバーサイズで着た方がかっこよく決まるかと思います。まあ日本にいたら赤でも可愛いかもね。ほら、アメリカってさ、カラーギャングとかあるからさ、あんまり派手なさ、こういうバンダナ柄って着づらいんですよね、実際ちょっと怖いんで、まあ黒だったらまだちょっと優しい感じでいいんじゃないかなと思います。はい、ノースフェイスいかがだったでしょうか。ぜひね、はい、Dさんと私の試着でね参考になったら嬉しいです。まあ今回のノースフェイスなんですけれども、思ったよりも、はい、ルックブックとかね、見た感じだと、うーん、あの時見た時よりも実際見て良かったなっていう感じはしてて、やっぱりねジャケットの定価が298ドルで安かったっていうのがでかくて、それがまあね、このジャケットだけじゃなくて取り外して楽しめるっていうのがでかいですね。パンツもですし、あのバックパックもね、ウエストとね、ちょっとこうあの多分ね、さっきのこの腕取ったみたいにこのチャックでウィーンって取るタイプなので、まあね、着回しできるねアイテムって嬉しいですよね。結構ねシュプリームのアイテムって定価高いですし、そのね高いお金を一アイテム払って着回しできたらね、他のお洋服にも合わせるし、まあ満足かなっていう感じはします。はい、どうですか、私もちょっと借りてみたんですけれども、まあ、ちょっとでかいね、やっぱミディアムだと肩回りが合わないんですけど、女の子だったらやっぱり全部 S サイズでおすすめはします。まあ男性でも、まあ、アジア人の方で細身だったら M サイズでいいし、ちょっとがたいのある方は L サイズ、本当にもっと鍛えてる方とか、まあすごいビッグな方はエクストララージでいいかと思います。まあこんな感じでね、ぜひ、はい、参考になったら嬉しいです。まあ今期なんですけどね、あともうこの週がすごいビッグっていう感じで、残りの週なんですけど、サマーティーと、まああと残りのねレギュラーアイテムが出てくると思うんですけれども、まあはい、終盤にかかってきますね。まあナイキのコラボでも、まあセーブ、お金セーブした方も多いと思うんですけど、そこでセーブしてて、もう今期もいいやと思ってる人、ぜひ、はい、今週たくさん買ってね、はい、SS22 良かったなと、はい、締めくくってくれたらいいかなって思います。はい、個人的な意見なんですけど、うん、この週はね結構ね払っても、はい、あとは後悔ないと思うので、ぜひ、はい、皆さん買ってみてください。
まあこんな感じでね、来週もまたちょっと来週行けるか分かんないんですよね。ちょっとまあ相談なんですけれども、はい、そんな感じで、まあシュプリームで行けなかったら他の動画を出そうかと思いますので、楽しみにしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあねー、バーイ。